広島カープ塾始めます。今日は振り返りをしていこうかと思います。わかりました。6月27日のですね、日曜日まで、塾長に振り返っていただいているので28日月曜日からですね。この日はセリーグは移動日でした。パリーは1試合なんですけども、移動日でした。で29日、火曜日ですね、こちらは東京ドームでジャイアンツ対カープと、結果はですね11対8でカープ負けましたといったところです。勝ちは高梨投手ですね。ジャイアンツセーブポイントはビエイラ投手、負けは森浦大輔投手でした。鈴木誠也選手ですね、ツーランホームランとか、岡本和真に、選手ですね、2本ホームランという感じでした。まあ、ちなみにですね、先発はカープは、火曜日ということなんで、一番の球は大瀬良投手ということなんですけど、残念ながらまたですね、はい、打たれてしまったと。はい。で、打たれたのも、まあ、それもそれなんですけど、3回しか持たなかったっていうこと、58球3回6安打6失点と。で、そこから高橋、三木屋投手、堀江投手、コルニエ投手、バート投手とつないでですね、守り投手、交代ということです。じゃあ、この試合お願いします。はい。それで、やっぱり、大瀬良投手は、やっぱり、まず一回体をきちんと治す。要は、まずひ、肘ですよね。重症とは言うほどではないにしても手術ですから。それと、下半身の不良ですね。で、この流行り病のことで走り込みが十分にできない環境。まあ、要するに、まあ、トレーニング機器具を使ったトレーニングも通常通りにできないと思いますので、これでは、まあ、ジャイアンツでいうと菅野投手にも言えるんですね。怪我が重症じゃないから開けて投げさせてみると打たれると。そうですね。はい、そうです。これはですね、もう、その、大瀬良投手がもうボールいかないわけですよね。で、これは明らかに体の不備というか、トレーニングができない、まあ、治すことも含めたトレーニングができない影響だと思いますので、投げさせるってこと自体がちょっとわからないなと。この医療技術ですね。その手術を含めた、もうもちろんいろんな医療技術ありますけども、その医療技術の中の手術ということですね。これがこう大昔と比べたらだいぶもちろん上がってきていると技術ですから、そこまでは上がってもそこからのリハビリだす、まあもちろんそこも改善してるんでしょうけど、技術は医療の技術もですね。はい。やっぱり限界はあるということなんでしょう。個人差があると思うんですね。あ、それもあるでしょうね。なので、で、環境もあると思うんですよね。十分にできないわけです。そうですね。はい、いろんな状況から。うん、で、要はそれが、成績にも現れているわけですね。ですね。明らかに、もう、ボールが行ってないわけですよ。ストレートの速さもないです。
大変失礼なんですけど、コントロールがいいじゃないですか、オーセラ投手ってですね。はい、投げ方もまあ二段モーションですけど、まあ、割合きれいな投げ方です。はい、二段。まあ、打撃投手みたいになっちゃうんですよね、そうすると球遅いと。キレが悪い。そうですね、そういう面もあります。それと、やっぱり何イニング、何試合か、やっぱりいい投球はするわけですね。そうですね。まあ、もっと言うと、ここ最近が打たれてますけど、その前で1試合ぐらいいい投球があるんで、明らかに体調がいい時は抑えてると言えるんですね。まあ、そうですね。これはもうカープのベンチとしては、一度2軍に落とす。で、もう一度一からリハビリメニューを組んで。これ、大瀬良投手の登板した試合を並べてみると分かるんですけど、大体4試合、平均で見ると3試合か4試合に1回、さすがローテーションピッチャーと、しかも表3枚だっていう、まあ、エースかどうかはちょっとまた別なんですけども、まあ、そのぐらい行くんですよね。なんですけど、残りの2、まあ、3回に2回ぐらいはもう本当ひどいんですよね。ひどいんですね。このひどいんですよ。なので、今の大瀬良投手、下手をすると2週間に1回がちょうどいいぐらいの体の回復具合なんですね。まあ、マジックキャプテンマークつけてしまうからきついんでしょうけど、他の方に変えてあげた方がいいのかもしれませんね。外すっていうのはありだと思うんですよね。何もシーズン通してキャプテンマークをつけておく決まりではないんですよね。うん、正直言って。まあ、監督が勝手に、ある意味監督が勝手に決めた。そうですね。球団が決めたわけでもないんですね、キャッチフレーズみたいに。ですね。だから外す。外してあげればいいんではないかなと。今適任は多分、まあ、投手陣で先発から選ぶとすれば九里投手になると思いますので。ああ、そうですね。あともう一つ思ったんですけど、今のプロ野球選手とですね、ここ最近の、はい、前のプロ野球選手と、まあ、昭和もしくは平成の前半ですねぐらいだと、怪我した選手って、今の選手、まず、世の中のから見ても、すごく平均年収、平均年俸は高いと、大昔と比べるんですね。はい。すごく年俸とか、あと、待遇もいいと思うんですよ。はい。子供の時とかですね、こう、いろんなことで、ホテルの手配だとか、いろんなこととか、あと、ちょっと前だったら、スーツとか決められて、なんかすごい色のスーツとか着せると得られてないですか。はい、で、給料も、まあ、今からだいぶ安いですしね。まあ、そういういい面は今の選手は全然あると。で、ちょっとあれば、こう、交代してくれるし、まあ、乱闘もないですしね、コリジョンもルールもあると。はい。でも、一方厳しいのは、なんかこう、怪我してから1年間丸ごと休むっていうのが、許されてないのか、まあなんか忖度して出るのか分かりませんけど、ゆっくりリハビリができない雰囲気になってきてましたんですね。そこは多分少し違うのは、昔も結構出てるんですね。連続試合とか、いろんな形で。ところが、今は、昔はそれでも出れたんですね。なんでかって言ったら、まあ、打順で言うと、下手をすると、6、7、8、9っていうのはもう非力だと。うん、まあ、ピッチャーで言うと、まあ、なんていうか、ある程度体力が温存できる打者が並んでいたんですね。まあ、流して投げられると。で、打者の方も別に2割5分ぐらいで良かったわけです。6番以降ですら。で、ホームランも20本届かん15本ぐらい打てば、レギュラーですと、うん。このレベルがもはや8番ぐらいでも、まあ、20本ぐらい打ってくださいと。まあ、見てる方からすると楽しいですよね。これ、どこのファンということですけど、やっぱり。そう、楽しい。
9人に3人ぐらい、なんかもう、あんまり、なんか流してるようなバッタイル。そうです。ですけども、大瀬良投手、菅野投手が、例えば昔で言うと、名前で打てない。あ、はい、名前でもっとすごい変化球が来ると思ったら大したことなくて読みが違って打てないっていうことがあったと思うんですね。それが多分名前ってことだと思うんですね、うん、そうところが今はもうその名前とかどうこうじゃなくて来たボールのキレとかもう悪かったら悪いんだっつってもうホームランにしちゃうんですよね。下位打線も2軍から上がった選手も関係なく、そうですね、はい、もう長打なんですよ。だから大瀬良投手も打たれちゃってると長打かなり打たれてるんですね。フォアボールって要は菅野と他の投手に言えるのはフォアボールでは自滅してないんですね、うん、ある程度の名前、まあ、ローテーションを確約、まあ、大瀬良投手菅野投手等に挙げられるような投手が怪我でダメだっていうのはほとんどが打たれで、そうなると自分は塾長のことをおっしゃってると考えるともう試合中の改善修正ってのは無理ですね、はい、本当に無理です。これはもうキャッチャーが例え、まあ、昔で言うと例えば、カープで言うと達川さんとか、うん、まあヤクルトで言うと古田敦也さんとか、うん、もうちょい言うと谷繁さんの時代は、うん、なんとか抑えられたんだと思うんですが、その時代から見たって、うん、今の打者の技術と、なんかパワーですね、バットスイングのスピードはちょっと抑えられるレベルではない、うんうん、もうリードは関係ないです。もうまず、そうです、もうまずボールがあった上でリード、うん、だからリードが、まあ、別に優先順位は昔はリードが1位になっていれば、うん、なんとかなった、うん、 そうですね、その上でボール、まあ、なるべくストライク取ってくださいというコントロールがあって、うん、あとはスピードボールとか変化球のキレとかだったり、今はもうまずスピードボールと変化球のキレが第一で、そうですね、で次にコントロールがあって、うん、キャッチャーのリードは別に読みを外したからってもうバッターが自分のスイングされたらホームランなんで、まあ先に大リーグでこれをお勧めしまってどこのがつくとか分かりませんけど、ラプソードというあの分析ツールというか、顔の回転とか、はい、ピッチャーにも使ったり、バッターにも使ったり、打球で使ったりすると、いう投機だと思うんですけど、それに向かってこう、キャッチャーとね、ピッチャーの間にそれを測定器を置いておくと、まあ、ダルビッシュ投手なんかはね、YouTube の動画なんかの自宅の庭でそれを置いてやってますけど、球の回転とかですね、その方向とか、球速とか、あとはその本当にあの、なんていうんですかね、まあ回転ですよね。はい。まあ、キレっていうのは今科学的に分析されてたりするわけですよ。まあ、ここでわかんないんだったら、投球のモーションが、球が、まあ、バッターから見づらくてギリギリから手が出るとか、これはまあ測定できないんですけども、あとは全部測れるわけですよ。はい。こういうようなこう物理的な計算みたいな分析が全てなってしまう可能性がありますね。あります。大瀬良投手が投げようか、菅野投手が投げようか、回転が悪かったら、もう別に単なるボーダーですっていうことで、そうです。はい。ということです。なので、それをごまかすことはできないということですね。データ出てしまいますので。はい。あとですね、この試合、まあ、その後投げた、まあ、堀江投手にちょっと1点取られたんですけど、まあ、そうは言ってますね。高橋幹也投手1イニングで、5回堀江投手と、6回コルニエル投手1イニングと、でバード投手、これで、コルニエル投手は替え間だけを打たれ出して、まあ、抑えたんですけども、
ここら辺ぐらいまでの投手リレーは良かったと思うんですけど、どうですか、ね、4、5、悪くはないと思います。投手リレーというか、やはりボールが行っていれば抑えられるんだなと。結局そういうふうになってしまいましたね。ええ。で、あとは、ある程度、その、自分が思ったコースへのストライクが放れれば、これは堀江投手に言えることなんですが、ボールになっちゃうと、もう、ストライク取りに行って打たれてるんで、ここら辺ですよね。だからそれが森浦投手がストライク入らないんで、ストライク通りに行って、このストライク行くときも多分ラフ走路で測定するとストライク取りに行くような球っていうのは、そのボールになってしまったけど思い切ってる投げた球とは違うんでしょうね、きっと書いてるところからね。私は違うんだと思うんですね。そうです。で、ここは今ずっと投手の話しています。で、話を変えて打線で言うと、やっぱりホームランが出ると点はたくさん入るんですね。ホームランとツーアウトからの得点なんですね。これありますね。もうこれはもう、ほぼの球団に言えることなんだろうなと。で、カープは如実に出るわけですね。なぜツーアウトから点取れないんで、点数がなかなか入らないんですね。そうですね。あとホームランも少ないです。ジャイアンツの半分ぐらい。だから、勢いにならないので、点が入らないと。でもこの2つが噛み合うと、やはり点数は入るんです。まあ、あとはピッチャーの話なんで、勝ち星について。まあ、勝つ負けるはね。点を取るということにおいては、これは多分4番とかではなくて、まずホームランなんだと思うんですよね。なるほどね。結局ジャイアンツもホームランが出て、これいけるぞと。まあ今年のカープの投手陣ならいけるぞって雰囲気変わっちゃってるんですよね。そうですね。あれタイムリーだったら、ここまでは変わってないかなと、雰囲気が。はい、おっしゃる通りです。セリーグですね。まあ、打率よりもやっぱりチームのホームラン数が重要だなというのがですね、完全な比例はしてないですけど、ほぼ比例してるなと思う。1位が阪神、ホームラン71本。はい。2位がジャイアンツ、98本と。はい。で、3位がヤクルトです、75本と。はい。ここちょっと、中日はですね、球場でかい、名古屋ドーム大きいですから、はい、すいません、バンテリンドームですね。はい。ですかね、今年はバンテリンドームですよね。バンテリンドームですね。バンテリンドームね。名前がしょっちゅう変わるって分からなくなっちゃいますけど、そうなんですね。バンテリンドームですね。まあ、名古屋ドームです。これ41本。はい。で、DeNA が75本。で、カープ50本ということですね。まあ、大体ホームラン数に比例した順位になってるなぁと。で、もしもこれ、中日と DeNA が入れ替わればですね、非常に綺麗な、こう、比例になっていくという感じですね。ここは実は入れ替わってる面があるんですね。うん。DeNA の4月の勝ち星、ホームラン出てないんです。だから DeNA はこの75本大部分は交流戦ぐらいからです。だから勝ち星で言ったらもっと上ですから、交流戦上位にいましたから、だからやっぱりホームランは比例してるはずなんですね。要は多分4月カープ状態がいい時は結構ホームランは出てましたので、これですね、セリーグだけだとしますそれ偶然でしょって言われてしまうかもしれないけど、パリーグを見ますと、1位オリックス74本、2位楽天と55本。確か楽天はちょっと少ないんですけども、3位のソフトバンク73本、4位ロッテ68本、西武63本、日本ハム40本と。で、もう皆さんご存知のように日本ハム非常に弱いということです。そうですね。ほぼホームランと比例してますと。もう、そうです。じゃないんですよね。もう、これは、
どうでしょうね。カープの3連覇の前ぐらいから、ヤクルトの2015年の優勝の時もホームランなんですよね。確かに、7、8、9の投手陣は大事なんですね。ピッチャーだけで言えば。ピッチャーが抑えないと勝てないのも事実なんですが、打線で言うと、アントニー・バレンティン選手、多分、日本記録だったと思うんですよね、2015年。そうです山ね。田哲人選手がトリプルスリーとか、ってことはもうホームラン打ってるわけですので、2015年ぐらいから、まあカープの3連覇の時もかなりホームラン打ってるね。確かホームラン数は1位なはずですから。ちょっと今日の話は振りたいですけども、ドラフト戦略なんかもそうですけど、いわゆる俊足巧打で細身の選手を取るよりも、投資の効果ですね、戦力補強のところで見ると、ぽっちゃりしててもですね、仮に。足守備が悪くても、悪いかもしれなくても、まだ入ったばかり来てるのか分かんないです。とにかく飛ばす能力がある人を取った方がいいっていう、非常に単純な答えになるかもしれないですね、打者は。これはちょっと別で収録したい球団もあるので、ちょっと別で話したいなと思ってわます。かりました。はい。では、で、6月そうです29ね。はい、29日。はい。日。で、30日。すみません、間違えまし29た。日ですね。29日が、九里投手終わがり。投げた試合。今20、29ですね。30ですね、今度ね。はい、すいません。6月30日水曜日と。これはですね、1対0でカードが勝ちましたと。で、勝ちは九里投手、九里亜蓮投手。で、負けが山口俊投手ですね。日本に戻ってきて2戦目でした。山口俊投手が負けた。で、セーブポイントは栗林投手ですね。で、ホームランは、ノーノーゲームだったんですけども、やられそうだったんですけども、2本やっとヒットが出て、そのうち1本が野間選手がですね、8回のソロでしたということでした。塾長お願いします。で、この試合は、山口投手の投球に九里投手が引っ張られた感じだなと。闘争心むき出しで互角にというよりかは、ああ投げていけば抑えられるなってボールで、結構落ちるボール多かったんですね。そうですね。そうですね。だから、山口投手が投げてるのと、実は、似たような投球をするんですよね、栗投手。山口投手もね、もちろん加齢によるものなんですけども、大リーグ行く前ですね、山口俊投手と、ここ2試合、日本に帰ってきて、2021年帰ってきた時の山口俊投手って、ちょっと変わりましたね、変わりました。この感じが。やっぱりメジャーに行って帰ってくると、みんなピッチャーちょっと変わってます。ですよね。変化球投手になったと。前は山口俊投手で割合ストレートの比率高かったじゃないですか。そうですね。上原投手に近いストレートとフォークですよね。が多かった。今のと山口俊投手がね、変化球投手になったっていうような意味じゃないんですけど、実際10奪三振取ってますから、この試合も。でもなんていうか、小さく曲がる変化球が増えたなって感じです動か。くボールが多くなったんですよ。なので私は九里投手が山口投手を参考にしたなと思ったんですね。前の山口投手だと多分力でグイグイ押して最後フォーク、空振りかファール打たしてフォークで空振りを取る。で、三振数を取れる。どっちみち三振数を取る投手ではあるので、そうですね。その三振のイメージが変わったなと。フォークボールでね、三振取るピッチャーを私はもちろん悪いとは言わないんですけど、
実は結構リスク高いですね、フォークボールもね。高いんですね。で、なので、今回の山口投手、空振りよりもファールが多いんですね。そうですよね。だから、それで抑えていって、多分それを栗投手が見ていて、参考になったのは、審判のストライクゾーンとかも参考になったと思うんですよね。まあそうですね。同じ動かすボールで、動きますので、動きすぎるとボールになるわけですよね。うん。そうですね。だそこの、あそこぐらいで腕振って動いていくとストライク。うん。あそこよりちょっと外で動かしちゃうとボールっていうのが、山口投手が調子良くて、結構、際どいところにストライクが取れてたり、ボールで空振り取ったりしてましたので、そうですね。すごく参考になった感じなんですよね。なぜなら山口投手の方が先に投げますので。そうですね。これ、東京ドームの試合ですからね。当然そうですね。はい。これがうまく栗投手にもはまった感じなんですよね。正直。当然、栗投手のボールも良かったんで、良くないとこういう投球はできないので、良かったんですけれども、これは相乗効果というか、で、山口投手も栗投手のボールを見て、参考になるなと。ああいう抑え方があるかと。あと、塾長ですね。一点。よく塾長が、これカープだけじゃないですし、カープだって毎試合やってるわけじゃないんですけども、クリーンナップとか、6番ぐらいのね、にキャッチャーいるのは反対ですと。反対です。キャッチャーは、7、8、まあ、あと、意図的に9番、7、8、9ぐらい入れるのがいいですというのは、まあ、7、8でしょうね、カープの場合は。そうですね、はい。で、この試合、久しぶりにキャッチャーの8番で、磯村選手がですね、キャッチャー、はい。まあ、打撃が悪いキャッチャーじゃないんですけど、8番でしたと。はい。この試合 3-0 だった、3ところだったんですけどね、やっぱりそういう方がピッチャーの結果が出やすいなって気もしますよね。要はキャッチャーという仕事に専念する率は高いですよねっていう、うん、当たり前ですよね。クリーンナップはやっぱり打たなきゃいけない打順を任されちゃうわけですから、うんうん、ね、やらないわけにいかないわけですよ。うん、5番目の打者って言ったって、いやいや、5番目だから5番だよねなってしまうわけですね。特に、これ、私よく言うのは、年齢がまだ20代前半ですから、40代とか、そのまだ全部の経験して、ここはこういう気持ちでいなせばいいという経験がないんですね。頭で分かってた経験がないわけですよ。失敗も成功も、うん、いなすということの。そうですね、うん。特に坂倉選手は主に今年からですからね、全部の試合に。しかも、相澤選手がいなくなって、全部は。まあ、ある程度、坂倉選手に打撃のキャッチャーで出た場合は、任せるという形ですから、相澤選手いないので、はい、この考え方ですよね。なので、私は、キャッチャーで使うなら、今のカープは誰がやっても8番がいいだろうと。坂倉翔吾選手は、まあ、最近、ファーストでね、この試合はファーストで出ましたけど、ファーストの時は5番でもいいとしても。それは構わないです。でキャッチャーとして出るんだったら、例えばですよ、5番に林選手を、コータ選手を、林コータ選手を、サード、ファースト、サード、5番にしておいて、坂倉選手は、例えば7番とか、例えば8番とかでキャッチャー。そうですね。そうですね。まあ、妥協して7番ですよね。ですよね。そうしないといけないと。で、ここ、29日の振り返りで出てると思うんですが、やっぱり野間選手ですらバットスイングのスピードは速いんですね。そうですね。そうなんですよね。非力でバットスイングが遅そうに見える打者ですら、うん、やっぱりトップレベルのスピード、バットスイングが持ってるんですね。うん、そうですね、バットの芯に当たらないだけで、で今年この試合、
に関して言うと、私、野間選手が多分、ノーノーノーは打ち崩すだろうなと、下手したらツーベース、スリーベースあるかなと、ホームランは予想してなかったんですが、あるかなと思ったのは、坂倉選手、林選手はタイミングが合ってたんですけれど、きちんと芯に捉えてたので、山口投手は多分投げミスはないなと思ったんです。ところが、野間選手は、野間選手自体でタイミングが合ってるかどうかは分からないんですが、山口投手が投げるボールに対して、全部自分のタイミングで触れてたんですね。野間選手にしては珍しく。当てに行ってないんですね。で、なおかつ前の打席にデッドボールなんですね。山口投手が野間選手のインコースのボールで、山口投手のストレート、まあ、今回動くケースも多くて、ストレートもどちらかというとシュート回転のボールなので、インコースのボールが前の打席デッドボールで野間選手が一塁なんてもったいないと思うわけですよ。だから、そうです。そうすると、シュート回転で外角に行けば、野間選手、かなり自分のスイングをしてましたので、捉えることはできるなと思ってたら、打球の角度とスイングスピードがガチッとあって、ホームランになったなと。じゃあ、昔の昭和の後半、もしくは平成の前半ぐらいまでの野球であれば、まあ、そうはガチッと捉えても、響きなために、もしくは、まあ、多分、ライトライナーぐらいな感じ。か、ライト前ヒットでしょうね。響きなんで。要は、逆に言うと、捉えたのに、打球が、外野の、要は、定位置まで飛ばないと。でも、まあ、綺麗なヒットでしたね。そうです。ノーヒットノーラン、もったいなかったですね、と。で、多分0-0でこの試合終わりましたね。っていう形なので、前の打席のデッドボールが、山口投手がインコースに投げきれなかった。もったいないですからね。で、野間選手だと盗塁されたら嫌だと。いや、それはもちろん思いますよね。それはもちろん思いますよね。多分、ランナー、野間選手のデッドボールで、やっぱり盗塁嫌だな、しかも気にしながら投げるの嫌だなと思ったと思うんですよね。だここの心の変化で、多分ボールがシュート回転で、なおかつ野間選手が珍しく自分のスイングをずっと続けてたんですね。ファールボールは良くないファールでしたけど、珍しく当てに行ったファウルでなかったんですよね。全部自分のスイングで、自分のタイミングで芯に当たらないってファウルだけだったので。そう考えると、当てに行ってな、ボテボテで内野ゴロとかですね。ちょっとつながって2割7分ぐらいとかよりも、2割5分だけど長打率が高い選手の方が、チームへの貢献度は高くなるかもしれない。高くなるってことなんですね。ですね。なので、そこら辺は野間選手も、そういう打撃をやろうとしてるんだろうなと。ただ、問題はカープベンチとか、首脳陣の方が、野間選手にそれを期待してないと、そこが不一致になるとかわいそうだなと。まあ。川田コーチとかヘッドコーチとか自分の若い頃となんか野間選手とか重ね合わせてしまうと野球が変わってるってことを無視して重ね合わせると悲劇ですね。そうですね、はい、まあ、そういうふうに思った試合です、はいはい、6月30日ですね。で月が変わって7月1日木曜日、これは東京ドームの3連戦の最後ですね。木曜日でしたというところです。はい。結果10、4対10でですね、ジャイアンツ、10対4でジャイアンツが勝ちましたということです。勝ちは戸根選手ですね。負けは高橋光也投手と。セーブポイントは直江投手ですね。久しぶりにですね、6点差でセーブポイントがつきました。これは
前このルールなかったんですけど、ちょっとだいぶ前までは。3イニング最後の投手が投げて、かつ3点以上離れててもセーブポイントがつくという新しい、まあ割合新しいですね。そうですね。それで、直江投手にセーブポイントがつくということです。では、塾長お願いします。で、この試合はですね、まずカープにやっぱホームランが出ると勢いはついたんですよね。西川選手と鈴木誠也選手のホームランが出ましたね。ホームラン出てます。はい、ですが、私はやっぱり、この流行り病の影響なんですよね。高橋光也投手が、隔離期間という名のもとに離脱させられました。ありましたね、はい。で、この後全部悪いんですね。うん。夜にもう一度、二軍の試合とかミニキャンプみたいな形で、あと VTR も見せて、やっぱり時間を取って、戻ってもらわないと困ると思うんですよね。これ悪い、シーズンのいいイメージが今消えつつあるわけです。そうですね。それ言いますね。で、じゃあボールが悪いのか、それこそ心の問題でなかなかどうなのかっていう問題はあるとは思いますけれど、でももう一回見つめ直さないと、多分高橋光也投手がパニックだと思うんですね。今まで自分が投げてたカットボールだなんだで抑えられたボールがヒットを打たれてるから、キレが悪いのか、でキレが悪くないのに打たれてるのか。確かにこの後塾長が、まあ、この違う試合ですけど、2日ですけど、まあ同じ左で若いという玉村投手ですけど、玉村投手は隔離期間なかったんですけど、なんかあんまり変わらないですもんね。そうです。要は、玉村投手がファームに落ちたロッテ戦も3点しか取られてないんですね。そうなんですよね。ええ。で別に悪かったわけじゃない。玉村投手はずっと変わらない投球ができてるんですね。だいたい5、6回2、3点という、まあ、次の試合は抑えて、もっと抑えてますけど、だいたい抑えてられるんですが、高橋光也戻った時に打たれたんで、自分のどうやったら成功だったかを思い出してもらった方がいいと思うための期間はいるんだろうなと。まあ、幸いという言ってはよくないんでしょうけど、床田投手がやっぱそろそろ戻ってきてほしいですよね、そのワークのところね。そうです。はい。やっぱりこの特例というか特殊な事情はベンチも考えないと、何度も言いますけど、やっぱり彼らまだ20代前半、下手すと大学生みたいな年齢なんですね、高橋光也投手で言えば。まあ、よく塾長が言う、こうサラリーマン、会社員とこうプロ野球選手は、まあ、似てるところと比喩的に塾長おっしゃってて、はい、まあ、ちょっとぴったし合うなっていうところと、まあ、無理無理だなっていうところも。それもあります、はい。でも、我々もですね、まあ、長期で、例えば何かの理由で、まあ、長期休養とかですね、休暇とか、まあ、いろんな形で、なかなか最初とか、こう、頭が戻ってこない時ってあるじゃないですか。あります。そう、まあ、それでも、辛いと思うんですね、プロ野球選手は。隔離されてしまう。はい。はい、まあ、なかなか調子も戻ってこないということなんです。しかも、自主練習という名のもとで、練習制限なんですね。なんですよね。リハンビリとか、怪我とか、不審だとか、そうではなくて、強制的に練習できない。環境にされたわけですね。で、森下投手のように去年1年間結果を出して悪い時はこう戻す、いい時はこのままいけるっていう経験があれば、当然大学での経験も持ってる投手であればいいんです、
ところが高橋光也投手は、その試合、絶対試合数がないんですね。なぜなら、プロに入ってから怪我で投げてないんですよ、2軍も。そうですよね。まあ、実質今年からですよね。本物で試合に本当に投げてるって、去年の半ば、2軍ですら半ばぐらいから。ですよね。で、本格的に放ってますので、その実際の打たれた時のとか、抑えた時の試合数がないんですね。俗に言う試合中の修正能力ってやつですかね、塾長。はい。あと、なので、イニングの時に、もう打たれたら止まってないんですね。なので、ここは注意しないといけない。これはベンチが注意した方がいいので、その不審だからという理由ではなくて、見つめ直すという意味で二軍がいいんだろうなと。まあ、そうですよね。塾長がおっしゃってた森下投手で言うと、まあ、去年も今年もそれ感じるのが、球がいかない時とか、試合でもそうですし、まあ、イニングが変わったりしてる時、時々あるじゃないですか、どうしてもあり取まる。す、あります。で、どうも見てると森下投手って、ね、そういう時って、ね、単なるドロンとしたカーブを意図的に増やすんですよね、見てると。はい。あれなんか修正能力を引き出す、なんか修正を引き出す、手がかりなんでしょうね。手がかりなんだと思う。だから、縦振りにするためなんだと思うんですね。です要よは、ね。ストレートを叩きつけるように投げても、叩きつけていけないんだと思うんですね。指に引っかからないから抜けちゃうんだと思うんですね。抜けちゃうと、もしかしたらデッドボールのリスクがあるわけですね。藤浪投手のように。で、それは嫌なわけですね。だから、カーブだったら、抜けて当たっても大事には至らないそうですね。わけです。で、縦のカーブですから、縦振りで縦に、切るようにというか、叩きつけるように切るわけですから、これが多分野村、森下投手は、大学時代からやっていく中で身につけてて、プロでも試したのかなと。柳投手からそうなんでしょうかね、あれ、確かね、そうだったんだでとす思いますね。柳投手も同じことしますね。から。なんか、人それぞれ、フォームの矯正とか、何かやる方法があるんでしょうね、そういう。あるんだと思うんですね。だから、高橋光也投手もスライダーから急にカットボールにも変えてますので、そう比率をね。なので、ここは一度そうですね。不審というか、もう一度見つめ直して、どういうボール、で、本当に、まあ、当然今ね、データということで言えば、本当にキレが悪いのか。そうではなくて、キレとかコントローラー問題がないくて、打たれちゃってるから悪いんじゃないかと思っているのか。さっきの修正で言った藤川球児投手はわざと地面に叩きつけたそうですね、ボールを修正するそうですね。そういう方法もあると思うんですよ。なんか、つまり、縦のカーブがないからだと思うんですよね。そうですね、なんか、高橋光也投手も何かしら、あると思うんで、それ探してほしいですね。それを探さないといけないと思うんだったら、1軍では使えないんですよね。そうで2軍で試してもらわないと困るのは現実なので、ちょっとここは2軍の方がいい投球だなというのと、私、ちょっと気になるのはですね、そのカープのベンチが、まあ、最近ようやく、投手のところに行くようになったんですけれども、まあ、解説者の方々、まあ、ある程度成功した方々しか解説やられないことが多いんで、そう難ですね。しいんですけれど、投手出身の方が、投手コーチがマウンドに来ても、ほとんど聞いてないし、意味がないみたいなことを言う方が多いんですね。ねえ、ああ、
ありますね、コメントはね。でも私はやっぱりきちんと、思いっきり腕を振るだけではなくて、ある程度細かい指示は20代前半はしていいんじゃないかなと。あ、なんか人間の記憶ってやっぱ自分最近のことしか覚えてないから、どうしても強くありたいですから、やっぱりその自分がある程度完成された時に投手コーチが来るとイラッとしたというのはあるんでしょうけど、じゃあ20とか18とか、そう、違うかもしれないですよね。違うと思うんですよ。それと言霊みたいにやっぱり暗示効果はあるはずなんですね。聞こえてないわけはないわけですよ。要は何を言われたか覚えてないだけで、その場では聞こえてるはずなんですね。で、その時にやっぱりポジティブなことをなるべく言った方がいいわけですよ。思いっきり腕を振って投げなさいと。結果は気にしなくていいですよと。もしもその投手コーチがそのベンチだろうか、マウンドに行って何か言う行為が全く意味ないと、単なる遅延行為だとしたら、まずルールで縛られるでしょうし、そんな意味がないことを12球団が何十年も50年以上やるなんてことはありえないわけですよ。ありえないんです。メジャーリーグもマウンドに行くわけですから。はい、それは地球上全部間違ってるってことになってしまうので、で、私はもしそういうことを言うんだったら、何度も言いますけど、コーチングと言われる人がマウンドに行った方がいいと思うんです、技術コーチしないんだから、そうです。逆にそんな勉強も何にもしてないで、ただ経験だけで喋、るだけだったら、いやいや、そういう勉強もありますよね、ちゃんと。なんせ会社があるぐらいですから。しかも技術も上げてる、いろんな、まあ、職業とかいろんな方に、いろんな職種、地位の人に、そういうお金払ってでも聞いてたり、職業にしてる人がいるわけですから、そういう人を雇ってマウンドに行った方が、効果があるということになっちゃうんですね。あ、一見こう無駄に見えるけど、無駄じゃないことってあるじゃないですか、いろんなこと、ね、あります。それが、まあ、そのブルペン、マウンドに投手コーチが行ったりすることなんでしょうね。そう、しかもそれは技術の裏付けのある、この場面は自分はこういう技術で放ってたっていうことを若い投手には言うべき。これは大瀬良投手とかはちょっと違うと思いますけれども、高橋光也投手とか、家投手とか、もうここ 1,2 年で一軍の登板をしてる人には、私は細かい指示でいいんじゃないかなと。思いっきりエイヤーで言って、打たれたらベンチなんか責任取んないんだから、ファーム落としちゃったりするんだから。うんですね。そういう意味で言ったら、今の、まあ、他の球団もそうですけど、特にカープの中継ぎ先発の一部ですね、は非常に若いわけで、同じ高橋でいうと、高橋美希也投手もそうですよね。若いですね。これ辺のあたりの投手と、例えば今後出てくるかもしれない中崎投手とかと一緒にしちゃいけないでしょうね。いけないんですね。で、これ、森下投手と同類でもないわけです。ないですね。やっぱり大学で30勝とか、まあ少なくとも25勝投げるってことは、少なくとも大学で大体30試合、40試合放ってるんですね。4年間ね。はい、そうですね。で、リリーフも含めたらもっと投げてるわけです。勝ち星という面でその数なので、はい、そういう面ではまだそういう登板すらしてないんですね。要は本当にチームの優勝みたいなものをかけて投げてないわけですね。2軍はそういう場ではないので、はい、だからそういう意味では全然その、マウンドでの勝つための心づもりが全く違いますので、大卒と高卒では特にまた、
これちょっとまた別の回話していただいてもいいですね、この辺の話。そうですね、ちょっと別の回で話をしていこうと思います。はい、はい、7月1日これよろしいですかね。はい、はい、で、これ場所を移して今度は阪神との3連戦、本拠地マツダスタジアムですね、カープ対阪神と、で結果は7対1でカープが勝ちました。勝ち投手は玉村翔吾投手、負けは西勇輝投手、ホームランは鈴木誠也選手に、ソロがありましたと。まあ、久しぶりにですかね、もう記憶がかすれてますけど、1イニング7得点ですね、カープが。しかも苦手だった西投手から打ったということです。はい、塾長お願いします。はい、でやっぱりホームランですよね。ですね、まずきっかけが。それと最後はツーアウトから。大量点、まあ、もっと言うと3、4点取るっていうのは、うん、そうですね、このきっかけがどっかでホームランがあると。そうですよね、うん、違いなくそうですね。それとやっぱり今日この試合の西投手というか、ここ最近の西投手はこれで阪神は悩むでしょうね。こんだけジャイアンツに追われてきて、西投手の状態が本物に悪いことが分かったと思うんですね。ずっと勝ててなくて、悪くて打たれて、でカープにもやられたということになりますので、それありますよね。それ考えて、なんかさっきの菅野投手もそうですけど、今年はそういうこと多いですね。そうですね。西投手とか、まあこう名前はあるんだけど結果が伴わない。まあ大瀬良投手もそうですけども。そうですね。増えてますよね。増えてます。なのでここら辺が悪い時期に西が勝てないなと。そうですね、これが阪神側で、で玉村投手、カープの方は玉村投手なんですけど、やっぱり見ていると高橋光也投手が今年一軍で投げ始めた時みたいなんですね、うん、不安感が全くないんですよ。そうですね、自分のボールをここはこう投げておけば、なんとかなる、うん、だから余分なことを考えなくていい状態なんですね、打たれてないので、はい、高橋光也投手は打たれ出しちゃってるので、余分なことを考えるわけですね。考えるなって言ったら考えるわけです、結果が悪いですから。でさっきのそうすると、ラプソードじゃないですけど、考えると、何か球の回転数とか、余計な力みがある。何か物理的な現象に現れてるんでしょうね。そう、それがボールに現れてるんだと思うんですね。うん、そうですね。これは多分玉村投手の方が、要は力みがなく、当然玉村投手と、まあ、高橋光也投手を見たときに、うん、高橋光也投手がすごく力感があるんですね。うん、そうですね。で玉村投手に力感がないんです。うん、これが余計な力みなんじゃないかな。そうですね、今の高橋光也投手にとっては、まあ、一時期あの桑田投手が、まあ、バリエ投手とって晩年の方であの小武道かなんかにこだわられてですね、日本の、はいはい、あれはまだそういったラフソードとかそのいわゆる科学的なアプローチじゃなくて、その何かこう感覚的なものだったんでしょうけど、あんまり力感がない国道に何か答えを求めたっていうのは、そこら辺にあるのかもしれません。あると思うんですよね。なので、やっぱり高橋光也投手も玉村投手も、やっぱりカーブがあるといいと思うんですね。あのチェンジアップってやっぱり、思いっきり振って抜くボール。うん。抜くボールって力むわけですよね。だって思いっきり振らなきゃいけないですよね、腕を。でカーブって、まあ、森下投手とかいろんな投手が使って、まあ、菅野投手もカーブ使うように なってからかなり良くなった部類なんですね、う
まあ、大瀬良投手もそうなんで、なんでかって言ったら、うん、思いっきり腕を振るんですよね。振るんだけど、力は抜くわけですね。うん、そうですね。その加減が、思いっきり力んでるように投げといて、抜くという動作はカーブなのかなと。そのカーブ、だから縦のカーブとか割合こう球速が落ちたようなカーブですよね。そうですね。それは別に縦じゃん、縦にこだわらなくてもいいと思うんですね。昔のカーブだっていいと思うんですよ。別に、そんなにその、なんとかな、その試合で、あの、決め球とかじゃなくて、まあ、打者のはぐらかす程度で、いいとは思うんで、だから球種としてプロの球種として使えるレベルではいいと思うんですけれども、多分玉村投手もこれ、まあ、バッターが慣れてきて、まあ、あとこれどんどん試合に投げていって疲労感が出てって打たれ出すと多分また修正というものに時間がかかるのかな。だからその塾長がやってるカーブというのをおっしゃってるカーブというのは割合こう勝負球とかカウント球とかじゃなくて、なんていうの、調整用って言ってるんですかね、試合中の。そうです。そんな感じですか。あの1試合で10球ぐらいどっかで使えればなと、うん、で、もう他のボールが全部使えればその試合カーブなかったよねでもいいと思う。調整用とかね。そういうものでいいと思うんですよね。やっぱり今と抜くっつってもチェンジアップとかシンカーとかってそうは言っても体に力感あるんですよね、うん、そうですよね。はいはい。でまあここら辺がまああとはやっぱり玉村投手がしばらくは左のエース格で使わざるを得ないかな。そうですね。はい、わかりました。塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。